こんなんなるまで畑耕すやつ全然普通じゃない、異常。それにその顔全然普通じゃない、異常。そんな男前のやつなかなかいないからな。現にさくらはその顔面に惚れちゃったんだから、どこが普通だバカ野郎。この野郎、お父さん、何言ってんの。だってそうなんだろ。だからお父さん、こいつがお前にふさわしいやつかどうか確かめようと。それで畠山君が死にかけたってこと。何してんのクソ親父。聞き間違って聞こえたけど、ええ、どういうこと。あ、ごめん、俺でも分かってた。ほんと畠ってレベチで鈍感。違うから、ひろこやめてよ、違うから。